ジャイルズ軍はアメリカ合衆国バージニア州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は17,286人であり、2000年の16,657人から3.8%増加した。軍庁所在地はペアリスバーグであり、同軍で人口最大の都市でもある。ジャイルズ軍はブラックスバーグ、クリスチャンズバーグ、ラドフォード大都市圏に 属している。軍内にマウンテン湖があり、州内に二つしかない自然湖の一つである。この湖からリトルストーリークリークに流れ、美しい滝のザカスケードを通り、ニュー川に注いでいる。ジャイルズ軍は1806年にモントゴメリー軍、ワイス軍、テイズウェル軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。軍名は1762年にアメリア軍で生まれた。 ウィリアム・ブランチ・ジャイルズにちなんで名付けられた。ジャイルズは弁護士であり、アメリカ合衆国会議員に選ばれて1790年から1815年まで議員を務めた。バージニア州議会議員も1816年から1822年まで務めた。1827年にはバージニア州知事に選ばれた。全体で40年間国と州に仕えたことになる。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は360平方マイルであり、このうち陸地357平方マイル、水域は3平方マイルで、水域率は0.85%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。